今日はこのナビを変えていきます。まあこれ純正のナビで、まあ CD 聴けるので結局これを使って CD をよく聴いてるんですが、まあ、さらに良くするために変えます。これが最初についてたやつで、今日新しくつけるのがこっちです。そしたら新しいのは CD とカセットが聴けるようになります。こっちは CD と MD だったんですが、カセットを追加しました。ここから地図を表示して目的地を設定できます。試しにカセット聞いてみます。多分基本的に再生ずっとして音量で消すっていう感じなんだと思います。まあ、とりあえずこれで CD とカセットが聴けるようになりました。8月22日です。カセットウォークマンが動作未確認で売ってたのでちょっとギャンブルしてみました。ということで電池をアマゾンで買って入れてみたんですが、中でモーターは回っている、音は聞こえるんですがテープが回らないのでちょっと時間あるとき中見てみます。で、こういうガム電池を使うカセットテープをこう手にしたのは久しぶりだったんですが、意外とこのカセットのプラスチックのケースより小さいっていうのが意外とびっくりでした。まあ横はもちろん若干飛び出して、まあ、このテープの読み取り部分があるのでしょうがないと思うんですけど、それにしても小さいのでちょっとどうにかして動くようにしたいです。で、今まではこっちを使っていて、こっちは単三電池2つで動くので、まあ、充電とか気にしないで使える感じで気に入ってたんですが、まあ、でかいので必ずこう腰にクリップで装着っていう感じでやってたんですが、こっちは
はるかに小さいのでポケットに入れても邪魔にならなそうです。ただ今蓋が開いて、でここにもう切れたベルトがあるのでこれを交換してあげれば治ると思います。ちょうどいい長さのものがあればいいんですが、トラックにバックブザーをつけようと思います。つける場所は問題なさそうなので配線をつなぐパーツを探します。
帰る。この番組